はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、ご褒美のあげ方の基本について今日お話しさせてもらおうかなと思います。もうこれ基本なので、もう絶対これ抑えなきゃいけないですよ。でこれ抑えないとし続けて本当にうまくいかない、ご褒美使っててもなんかうまくいかないっていうことに陥りますので、ぜひご褒美を使ってし続ける方はこれも間違いなく抑えて実績頑張ってみましょうというお話をさせていただきます。では本題に入る前にお知らせなんですけども、これ YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram もしています。ブログの方は僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、ということで、ご褒美のあげ方の基本、まあ、たくさんね、あるんですけども、その中に一つお伝えします。それ何かというと、丸々した直後にあげることです。丸々した直後にきちんとあげてくださいねってことですね。直後でないと、こっちの思った通りのね、思ったようにね、いかないんですよ。ね、例えば、お座りした直後にご褒美あげるとかですよね。伏せした直後にあげる、ね、トイレした直後にあげるっていうですね、直後、直後っていう形で覚えていただく。で、ね、ご褒美として使う。これ、すごくシンプルなんですよ。ね、お座りした直後にあげる。直後ですよ。はい。合言葉は直後です。はい。ということで、直後っていうことを意識しながらご褒美っていうのを使いましょうね。これ、ね、すごくシンプルなことなんですけれども、絶対ね、これずれたら全く違うんですよ。なので、ぜひね、押さえてやってほしいかなと思います。なるほど、わかりました。直後にあげます。よかったらね、よかったら、コメントいいねいただけるとね、励みになりますので、よかったらお願いします。じゃあ逆に、直後でないと、こんなことがありますよっていうあるあるをちょっとお話しさせてもらおうかなと思います。こうなってませんか、注意してくださいねっていうところで、ね、ぜひ、ね、頑張って見てみ、頑張ってね、頑張って続けてほしいので、ぜひね、チェックしてみてください。では、今日の宿題はこれです。はい、ですね、今日ね、ご褒美について、もういろんなね、ご褒美の使い方っていろいろあるんですけれども、まあ一つの大事なポイントとして、直後に、丸々した直後にあげるんですよってことですね。じゃあこれね、直後でないあるある。ね、こんなことなってませんか。2つ持ってきました。トイレ。2つ目、トイレですね。トイレした直後にご褒美あげたいのに、トイレをした直後じゃない場合が多いです。ね、ここでしました。で、ご褒美ここです。ダーッと走って、わーっとね、持ってきます。リビングに飛びます。で、あ、よしよし、ここで、じゃあご褒美ってワンちゃん今度走ってくるんですよ。ね、直後に対してのご褒美。直後っていうのはこれ何かというと、走ってくるを教えてるんですね。だとか、あとは、よくあるのが散歩中にわーっと吠えて、ああもう吠えた、ご褒美、ご褒美、ご褒美でこっちよみたいな。ご褒美、結局吠えたこと教えてますからね。はい。というところで、これ結構あれば、トイレだったりとか、と吠えに対して。ね、吠えて、ああ吠えてるわーとかでご褒美あげなきゃーみたいな。よくね、間違って、これすごいことになっちゃうんでね。はい、本当に注意してほしいです。はい。なのでね、まあそういった形で、このね、どういったことを教えたいのか、でそれに対しての直後ということになってきますので、それを頭に入れながらぜひね、しつけ頑張ってほしいかなと思います。まあ、こういった形でね、まあ、しつけのちょっとしたねことなんですけども、大きな差になってくるわけなんです。ご褒美一つでもそんなことあるんだね、どうやって使ってるのか分からなくなるね。うちで言うと、1歳未満のしつけであれば入学説明会っていうのがあります。ね、下の概要欄の方にそのねリンク貼っておりますので、1歳未満のしつけで悩む方はぜひねチェックしてみてほしいかなと思います。というわけで、今回はね、こうもうご褒美の基本中の基本なんでね、ここは絶対に押さえてください。はい、じゃないと本当にとんでもないことになりますよということでね、今日から始めてほしいかなと思います。というわけで、また次回お会いしましょう。さよなら。